お城ですあ。違ったかなりに大好きお城です <laughs> はい、えー、今日はですね、えー、乃木坂46、えー、中田香奈ちゃんのですね誕生日ということで、えー、なんと乃木坂駅にです、ね、生誕祭の方が、えー、記念のポスターを貼っているということで、これから。 えー、突入したいと思いますどこ見てんだ俺 <laughs> じゃちょっと遠いんですけど今から乃木坂駅に向かいますいや乃木坂駅に来ましたいやすごいですね乃木坂のパネルがいっぱいあってファイドン神宮ライブですね、はい、すごいいっぱいありますほら、ほらじゃねえお客かこっちっすねいや違うのこっちだな この長い、ね、こここの通路、ここの通路、ずーっとパネル貼ってあります。いや、すごいですよ。このパネル見てください。乃木坂駅の通路なんですけど、今回のツアーのね、パネルがいっぱい。わこのなーちゃん、すごいいいですね。もう、すごいいっぱいあります。はい。まあ、あの、中田かなちゃんの生誕ポスター目当てで来たんですけど、ま、あそれはちょっとこの、 パネルのるか向こうにあるんですねいやーでもすごいな乃木,乃木坂駅だからってこんなのがあるとは思わなかったですねちょっと知らなかったんであやんお、数見ましたねこのパネルはすごくないですかはいここまでですねはいでなんとかね中田かなちゃんの,あの生誕ポスターもあの写真撮れたんで えー、動画にアップしたいと思いますハッピーバースデーカナリンハッピーバースデーカナリンハッピーバ,ーーピーバーどうも星郎ですえー、帰ってきました <laughs> えーっとですねまあ今日はですねあのまあもうちょっと日またいじゃったんですけどね 8月6日は、乃木坂ホッチクスの中田香菜ちゃんの誕生日ということで、おめでとうございます。かなりおめでとうございます。というわけで、えー、中田香菜生誕祭委員会っていうね、あのー、まあ、ファンの方が募って、まあ、誕生日をお祝いするっていうね、そういう、えー、なんだろう、軍団の方々がね、あの、乃木坂駅に毎年、 あの中田かなちゃんの誕生日にあの特製のね特別なポスターを作ってあの飾ってるっていうことなんでね、まあ、ちょっと <laughs> 星野みたいな新参者はね今年からなんであの本当に乃木坂のねことを分かってないんですけども <laughs> もうぜひ見に行きたいなとはい、まあ、かなり一番なんだろうな自分の中では思い入れのあるメンバーですし <laughs> まあ早速ね 乃木坂駅に行ってね、まあ、ああやって撮ってきたわけなんですけども、まあ素晴らしいポスターでしたね、あの結,果結論から言うと、もうめちゃくちゃ綺麗なポスターなんですけど、まあ、ちなみにこれですね、はい。そしてドンそしてドンはい。すごい、すごいポスターですよね。なんか 結構原色系、まあ、結構ショッキングピンク的なね、かなり鮮やかなピンクなんですけど、本当、あの、いい印刷会社使ったのかな、あの、品のあるね、ピンク色で、あの、すっごくあの、ベースになってたね、あの、カナリンの浴衣姿と白い肌にもうぴったり合うデザインでしたよね。はい。いや、本当にね、嬉しいですよ。あの、誕生日ね、迎えて、 あの、まあ、ちょっとね、かなり <coughs>、かなりんとの思い出か、思い出をちょっと話したいなと思うんですけどね。あの今こ、今年から、ね、<laughs> ファンやってて思い出もクソもないだろうって感じなんですけど、まあ、ま、あれなんですよ。あの、今年から始めた人なりの思い出みたいなのがあるので、まあ、ちょっと話させてください。そうですね、あの、かなりんはですね、あの、まあ、乃木坂ファンになる前から、あの、 あのくらい可愛い集団ですと、あの、やっぱりあれなんですよ。こう男同士で集まったときにあの、結構おっさんですけど、まあ、乃木坂って可愛いよね、みたいな話はまあ別に出るんですよ。はい。で、写真とかこう、ググって、どの子好き、どの子好きみたいな。でも、まあ、あの、まあ、知らず知らず、まあ、やっぱかなりの、あの、前の写真のどトレードの動画とかでも言ったんですけど、あの、かなりの何が好きって、あの、 まあダンスとかも,もちろんなんですけど、あの顔が好きなんですよ、とにかく。あの、かなりンの顔がすごいドタイプで。だからそうやって昔、昔っていうか、こう、乃木坂のファンじゃない頃も、この子いいなって言ってたのが、まあかなり。と、で、えっ、ー、とまあ僕の場合はシンクロニシティからファンを始めたので、まあちょっと総括みたいになっちゃいますけど、あの、ついでにね、YouTube の活動も始めて、それで、まず、 46時間 TV ですよ。今年の初め。まあ、個別握手会の応募とかも、ま、初で、まあ、それやりつつ、46時間 TV の話出つつ、いきなりファン始めたと思ったら、生駒ちゃん卒業みたいな、激動ですよね。もう多分、なんだろうなもうあの、年始の激動を、もう忘れてる人もいるんじゃないかなって、ちょっと思うくらい、 あの乃木坂を追いかけることがどれだけ大変なのかっていうのは後でわかるんですけどね、はい、で,もでも激動で,で、まあ、まずは乃木坂46時間 TV をど,どのくらい見れるかなっていうところでニコ生をずっと垂れ流してですねもう久々に家に引きこもって。 もう、ゲラゲラ笑いながら見てましたね。で、その時に、46時間 TV で、あの、かなりすっごい出てきたんですよね。なんか、すごい忙しくて、なんか、なんだろうな、スタジオにもいたし、ロケにもいたし、なんか、別のグループのところにも、あの、サヨリンゴ軍団のところに行ったりとか、あの、 結構たくさんかなりを見れてめっちゃ嬉しかったなっていうのがとにかくあの覚えてることですよね。で、その後が、いこまちゃん卒業コンサートですよね。この、ちょっとまあ、飛んで、白飛びしてて見えないですけど。で、コンサートも当たんなくて、ライブビューイングがね、なんとか当たって、で、見に行って、で、まあ、いこまちゃんも、まあ、大好きだから、 もう悲しかったんですけど、まあ、でも初の乃木坂ライブっていうことでもうんだろうなあっという間でしたねもう感動もしたしあと何しろもうアゲインストにめちゃくちゃハマっているのでもうあの最後の生駒ちゃんのね最初で最後のアゲインストを見た時も本当に震えましたねでその中でやっぱかなりンがこうおい,おいしゃんとかでねあの生駒ちゃんの背中にこうギュってやってたりとかもうそ ですし、まあパフォーマンス。まああんまり生駒ちゃんコンサートにはいない曲も多かったのかもしれない。多かったですね。なんですけど。もうやっぱあの、お医者の最後、生駒ちゃんの背中に顔を押し付けてたのがすごい、なんだろうな。印象的でしたね。はい。で、その後、まあ1ヶ月ぐらい空いて、あの、いよいよパシフィック横浜で初めて握手会に行くんですよ。はい。 いやー本当に。で、一部、えっ、ー、と、一部が確か、言ったんとかなりんで当たったんですよね。はい。で、最初、かなりんと話したいこと多すぎて、もう、ちょっと、なんだろうな、整理ができなくて、で、初、かなりん行ったんですよ。かなりーンって言ったら、まあ別にこれ握手レポじゃないですけど、かなりリんって言ったら、あーこんにちはって、すっごいあの、ニコーって。 もうあの口がこうなるかなりの分かりますよね。にこうっていう柔らかい笑顔で迎えてくれてでもうかなり何う何喋ったかなちょっとアクョンレポ見てもらえればあれですけど幸いですけどもうとにかく好き好き好きみたいなことを言ったんですよね。はい、でその時にあの今思えばあのちょっと元気なかったっていうかあの パワーを抑えてたんですよね、かなり。なんか、あ後からいろいろ情報を見て。で、そもそもなんか、セーラームーンミュージカルの、その、セーラービーナス役は決まって、あんまり喉も、あの、使え、使えないし、あと、すごい相当追い詰められたみたいなこと、追い詰められてたみたいなことがブログでね、あの、後々書いてあって、で、後から、その後からたどれば、ちょっとセーブ、セーブ気味に、 その,その日はねあの力を出し切らないようにカナリン的なそのプロ根性であの調整してたと思うんですけどそれが逆に何て言うんだろうあのテレビで見るカナリンのイメージと違ってすごい物静かに柔らかい笑顔で話された感じがもう逆にハま,まるっていうか何だろうめ,めっちゃ美少女じゃんみたいな何この美女みたいな感じで結構喋ってる あの、握手会で喋ること自体は、あのー、あんま緊張とかしないんですよ。で、だからすごいバーって結構言いたいことを喋ってるんですけど、その喋りながら、なんかもう一人の僕がちょっとこの後ろの辺にいて、かなりの顔をじーっと見てる自分がいて、もう本当に綺麗な顔してんな。これが、その、 いわばアイドルっていうのはこう可愛さのプロじゃないですかもう可愛さだけを磨いて磨いて磨いて,磨いてもうそこその一本で人は生きていけるのかみたいなあのところもあると思うんですよアイドルっていうのはそこのプロだと思うんですけどこれかとこれがその、ね、ソニーと秋元康が <laughs> 本気で磨き上げた子たちのこのなんて言うんだろうもう可愛い 可愛いの結論みたいな、もう作品みたいな感じで見ちゃって、うわ、可愛い、可愛いっていうか綺麗、美しいっていうのがもう第一印象でしたね。もうあの衝撃だけは本当に忘れられないですね。かなり一発目のあの綺麗な顔とビー玉みたいな目、透き通った感じ。本当に、あれは 忘れられないなってあの一,一番いい思い出かもしれないですねはいでまあその後握手会でまあいろいろねあのマナッタンとかももこちゃんとかねいろいろカズミとかと会ってまあいろいろまた衝撃をどんどん受けていくんですけどやっぱりカナリンに初めて会った時の,あの美しさといえばっていう感じでしたはいもう完全にちょっと偏りのある意見なんですけどね でもそっからは、かなりんのチケット一番まあ買ってたから、もういろいろ話して、結構そのね、敬語で話すパターン最初多かったから、ちょっとタメ口で話すパターンとかいろいろね、あの、とても握手レポとかではネタにならない、本当自分の中の楽しみですけどね、いろんなこう、悲し方試して、本当全部ね、ホームランで返してくれるような、 あの、本当に気の利く子でね。うん。本当にブれることなく、やっぱあの好きかない。一番好きとかはわかんないんですけど、あの僕のあの可処分時間を最も費やしてるのはかなり待って間違いないです。本当にデータからしたらね。あの間違いないです。もうあれだけ魅力的な人たちが集まってるんで、本当に1人に絞るとかっていう。いう ところままでででねね、ま、だ到達できてないんですけど、ねうん、もう自己中で行こうもうねあのー、本当に「三角の空き地」あのー、ねこないだね、あのー、アップロードされましたけど公式でもう本当に鳥肌立ちましたねはいあのー、かなりの最初にパフォーマンスでミスあの何、ー、て言うのかな惚れた部分っていうのはあのー、その居酒屋 今年からそのファンになった時に、あの、僕の誕生日に、あの、すごい親しくしてる人が、あの、プレゼントくれるっていう,いうところで、で、乃木坂の、あの、DVD の作品を何か一つ欲しいなって言ったんですよ。で、バスラのブルーレイとかめちゃくちゃ高いじゃないですか、乃木坂の。2万ぐらいすんのかな。うん。でも それか、マノギビンゴの DVD 欲しいなっていう話してて、で、なんとそのバスラのね、ブルーレイをあのプレゼントしてくれてね、はい、もうめちゃくちゃ見ましたね。何回も何回も見て、フォースかなフォースバスラ。えー、っと、まだナナミンがいる頃ですね。はい。えー、何枚目だったかなはだしでさまかなはだしでさまの時の夏ですね。はい。 おいで、もうそこでね、かなりんのダンス、パフォーマンス、あの、しなやかな、あと、あの、なんていうのかな、かなりんのパフォーマンスって、なんて言えばいいんだろう。やっぱちょっと他のメンバーと違うんですよ。あの、でお前かなりん好きだからって思うかもしれないけど、でも、 実際、野木坂ファンの人たちも、いろんな、その、Twitter とか YouTube のコメント欄とか見ても、やっぱかなり、パフォーマンスはいいっていうのを、この、なんていうのかな、他の、他を押してる人でも、やっぱ言ってるので、多分、皆さんもわかるんだと思うんですけど、あの、やっぱ違うんですよ、他のメンバーと。明らかに、あの、あれ、なんなんだろうな、あの、とにかく思ってるのは、可憐、可憐。 可憐なんですよあの儚いなんだろうな美しさと儚さみたいな元気な感じもあるんだけど何ていうのかなこうふわってあの綺麗で可愛いくて美しいっていう感じのプラスの盛り上がりから、まあ、例えば振りでこうふってなんかふっていう振りがあったらこの「 終わり際がすごく儚い表情をするんですよ。あの、わかるよねわかるかなわかりますよね。あの、美しさとか元気をもらう感じとかとまた違って、なんかね、切ないっていうよりは儚い感じなんですよね。はい。この子消えちゃうのかなみたいな、そういう、こう、美しさと儚さが混ざった、独特の表情をするんですよね。 あの表情とその動きがもうまずバランスがもう完全に一致してて例えば切ない切なげな振りなのに顔笑顔とかもありですよねありなんだけどその切ない動きに関してはそのアイドルスマイルしつつもなんだか口の端なのか目の端なのかで必ずその寂しさみたいなものが表現されてる。 ですよ、ねはい、あのはの儚さ、切なさ切な、うん、可憐な儚さですね。あの可憐さはないですよ。あの、いや、本当に、初心者でも、お前が何言ってんだって感じかもしれないですけど、あの動きはでもないと思う。あの、い,いっぱいいっぱい見,見ても、やっぱ違う。他のメンバーとはちょっと違う。あの イコマちゃんとかもすごいパフォーマンスねあの代表的なこうパフォーマンス面だと思うんですけどまたそれとも違うしアス,アスカのダンスもいいしまり、あ、ッカのダンスも素晴らしいしいろんな素晴らしいダンスまああるんだけどかなりのはやっぱ違うあの可憐な感じは違うでそのかなりにはあの そのパフォーマンスのことを語ってくんねえかなって毎回思うんですよ。まあ、例えば、えっ、ー、と、生、生のアイドルが好きとか、木曜日のニコ生の、あの、生ドルっていう番組、まっ、あ、ちゅんとやってる生ドルっていう番組とか、あと、えっ、ー、と、チンキン沈黙の金曜日とか、あの、まあ、もちろんね、あの、カナリンファンの人とかは、あの、 なんていうのかなごめんなさい。えっと、カナリンファンの人とかは、当然、まあ、すべて抑えてるのかもしれないですけど、まあ、僕も、まあ、僕、サラリーマンなりに、あの、もうなるべく全力で、聞ける日は必ず聞くようにしてるんですけど、カナリンって、あの、自分のこと話さないんですよね。パフォーマンスとか、たまにマ、マッチとかが、とか、あと、その、 一緒にねアンダーでかなりに踊ってるメンバーとかがやっぱりカナさんのダンスがすごい良くてみたいな感じでどうなんですかみたいな感じ振る時あるんですけどあの言わないんですよねかなりなんかえー、どうなんですわかんないみたいなどうですか逆にみたいな感じで終わっちゃうんですよなんか普通にまあ頑張ってますけどどうなんですかねっていう返しなんですよいつもであの そんなわけねえだろって思うんですよ。あの、なんて言えばいいんだろう。あれほどのパフォーマンスできる人って、あの、僕のほんとね、もうほんとゴミみたいな、あの、しょっぽい人生経験で話すしかないから話すんですけど、あんな、きめの細かい、しかも、あの、感情味あふれる可憐な動きをする人が、 パフォーマンスに対してこだわりがないわけがないんですよ。絶対何かすごい、まあもとアイドルオータってことですけど、あの結構かっこたるバックボーンみたいなのがないと、ああいうのって出ないんですよね。あの、才能とまた違って、例えば幼少期にいろいろ積み重ねたものとか、そういうバックボーンって、あの、僕が社会とかに出てても、やっぱりその昔、 あの一定期間濃密に過ごした時の経験とかがいろんなところで生きたりするするんですよね仕事とかでもやっぱそういうバックボーンがダンスとかって絶対出ると思うんですよね歌とかダンスとかってだからかなりんのあのパフォーマンスはあの絶対もうきめ細やかなしかも結構理論的なこだわりとかが絶対あると思うんですよね現にかなりってあの 他のメンバーのダンスのことを語るときに、す、結構理路整然と喋るんですよ。あの動きは私的にはどうのこうのって。あれ自分にないわけないんですよね。でも言わないんですよね。かなり自分のこと言わないんだよな。いつか、かなりのパフォーマンスに対する自分のこだわりとか、あの、バックボーンみたいなの本当に聞いてみたいなって思いながら、あの、 日々追いかけてますね。はい。まあ、ちょっといろいろ、ちょっとありすぎて、もう動画が終わんないので <laughs>、この辺にしたいと思うんですけど、まあ、ちょっとね、僕の今年から始まった乃木坂に対するその、ね、全力でやってます、やってますけど、まあ,ある種、まあシンクロニシティがね、終わりを迎えて、自己中で行こうが始まろうとしているこの時期に、まあ、ちょっと総括に近いんですけども、 あのちょっとかなりのことを、お誕生日ね、おめでとうございます。かなりのことをちょっと語らせてもらいました。っていうところです。ちょっとね、長尺で、中身もゴミでね、申し訳ないんですけどね、あのちょっと、あのこの辺であの、ちょっと思い出話をね、一回しておきたいなと思ったので、はい、ちょっとね、事故中で行こうでもねあの、またかなり追っかけたいんですけどね、あのちょっともう、怖くはめ結構なす、す7時ぐらいでかなり売り切れちゃって、で、 10枚ぐらい応募したんですけど、まあ、全落ちでしたね。はいまあ、ちょっと三角の空き地もあるし、まあ、ちょっと今後ね、あの、またかなりんとね、コンスタンスに会えるのかはわからないんですけど、あの、まあ、応援、一番応援してるメンバーなので、まあ、今後もね、高モチベで、あの、追っかけていきたいな、と思います思いますいや、かなり本当にね、あのー、今日オフだったみたいですけど、 あのお誕生日本当におめでとうございます。母ちゃんと焼肉でも行ったのかなお買い物したんですかねわかんないですけど。このハンドタオル大好きですね。これシンクロニシティのね、やつで。うん。もう安定の美。うん。そんなわけで、ちょっと乃木坂駅行ったりして、あの見ましたけども、中田かなちゃん、お誕生日おめでとうございますということで、後ろは、 えー、この動画をパッと上げて寝たいと思います。ではまたお会いしましょう。かなりおめでとう